情報発信は人生を変える。精神科医カバサーションのカバチャンネル。情報発信っていうことをね、私ずっと昔から言ってるんですけど、情報発信って言っても何ですかそれっていう人も結構多いのでね、情報発信について話したいと思うんですけど、この私の60万部のベストセラーのアウトプット大全っていう本でね、アウトプットしようっていうことを皆さんにお伝えしています。アウトプットっていうのは話す、書く、行動するってことなんですけども、本を読んだら感想を話そう、あるいは本を読んだら感想を書こうみたいなね、そういったことをしていくことによってアウトプット能力っていうのが高まっていきますよってことをお伝えしているのがアウトプット大全なんですけど、この本のですね、一番最後の章に、じゃあアウトプットしてどうするのって言った時に一番重要なのが、さらに情報発信をしようっていうことが実は書かれてるんですね。情報発信って何かっていうと、まあ、最近ですと SNS、Twitter、Insta、Facebook といった SNS といったものも情報発信になってきますし、ブログっていうのも、あるいはノートとかもブログですけども情報発信になってくるし、あるいは YouTube 情報発信って形になってきますね。だから自分の意見とか考えとか感想とかを不特定多数の人にお伝えしていくっていうのが情報発信になってまいります。まあ情報発信しようっていうと、なんか皆さんすごい敷居が高いというかですね、いや私には無理ですっていうふうに言う人もいるんだけども、まあ別にそんな何万人のフォロワーを目指すっていうことではなく、最初は皆さんのお友達だけでもいいですし、ちゃんと発信していくと自然と増えていくってこともあるのでね、情報発信をするとある種緊迫感っていうのが生まれるんですね。人が見るから嫌だって皆さん思うんだけど、人が見るので人が見ても恥ずかしくない文章を書こうっていうことで文章力というものが上達していくっていう部分が最初はあります。なんで情報発信をおすすめするかというとですね、楽しいからです。基本的にはもう一つは楽しいってことと自己成長が加速するってことなんですね。逆に言うとアウトプットするって言っても誰も見ないようなものにずっと入力し続けてもモチベーションって続かないし、やっぱり10人でもいいからいいねがつくとですね、非常に嬉しいんですよ、人間っていうのはね。だからまあ本の感想でも映画の感想でも何でもいいんですけども、そういったものを SNS 上に書くことによって他の人から参考になりましたとか、じゃあこの本読んでみますっていうのがちょっと入るだけでですね、ものすごくモチベーションっていうのが上がります。アウトプットって続けていかないと意味がないので、1回2回やったからね、すごい何か人生が変わるってものではないので、そういった意味で情報発信で SNS とかを使ってアウトプットをしていくとものすごく続けやすい。まあ、私なんかも映画見たら大体毎日感想書いてますけど、昨日も見て、その前も見てって毎日書いてますけど、そうするとね、知らず知らずのうちに、だんだんとスラスラと書けるようになってくるし、上手に書けるようになってくるし、頭の中の思ってることがすぐ文章として打てるようになってくるんですね。これを言語化っていうんですね。頭の中でぼやーっと考えてたものが言葉として出すことができるという、例えば皆さん会社とかでこの件についてどう思いますかとか、いきなりそういう会議とかでね振られた時にって言って意見言えない人が多分多いと思うんだけども、普段からアウトプットのトレーニングとかそういう風に情報発信をしてやっているとですね、そういう言語化の能力が非常に高まるわけですね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、会社とかでそういう風に意見を求められた時にスラスラと答えられたりするということで、おこいつすげえなっていう風に思われるっていうような形で、アウトプット大全を読んだ人の感想で会社の評価が上がったっていうのがすごく多いんですよね。実はね、ちゃんと書いたり話したりする練習をすることで、会社とかでそういうふうに自分の意見が言えるようになったり、あるいは書類とかをまとめる能力が上がったりして、そういうことで上司から褒められたり、あるいは昇進したっていう人もいらっしゃるんですけども、まあ、そういったものっていうのが情報発信をすることで非常に加速していくということがありますね。あと情報発信するとですね、情報が寄せられます。こういうのもありますよとか、これはこっちのサイトの方が詳しいですよっていうのもあるし、間違ってたら教えてくれるし、今度人が集まってくるんですね。情報が集まると同じ興味を持ってる人が集まってくるので、その人たち同士仲良くなったり、あるいはリアルで実際会ったりオフ会をしたりするってことが起こってきます。でそういう風にして少しずつ盛り上がってくると、さっき言った情報がいろいろ集まってくると内容のレベルが上がってくるんですね。そうするとさらにフォロワーとかが増えてきて、アクセスが増えてくると、一番最後に収入というかお金がね少し発生するというね、広告費とかそういったものでフォロワーが増えてきたり視聴回数が回ってくると少し収入も発生するっていう形で、楽しいっていうのと情報が集まり人も集まり最終的にお金も集まり、人気になってくるとみんなからすごいねって言われるようになる、まあ、ある意味リスペクトであったり、かっこいい言葉で言うとブランディングっていう風になるけど、人とのつながり、あるいはお金、あるいは信頼、あるいは面白い話、情報ですね。この世の中で必要なものの大体のものを、皆さん方が求めているほとんどのものっていうのが実は情報発信をすることで得られるということを、あんまり皆さん知らない。発信しない限り分からないのでね。ほとんどの人はなんかそういうお金儲けというかですね、インターネットビジネスみたいな風にしか考えてなかったりするんだけども、逆に言うとそういう小さい規模でやっていても楽しんだり人が集まったり仲間ができたりするっていう効果っていうのは得られるので、本当に最初小さい規模でもいいのでね、情報発信やるとものすごく楽しくなりますよっていうことをお伝えしたいと。もう一つがね、生き方自体が変わってくるんですね。世の中の 99% の人は情報受信者として生きています。どういうことかというと、電車の中にスマホただこう見るだけの人ですね。つまり情報をただ受け取るだけの人ですね。
情報を受け取るだけの人というのは逆に言うと通信費とかいろんなお金を払うだけの人ですね。情報を受け取るんじゃなく自分がそこに読まれるようなものを出していった方が楽しくないですかっていうのが情報発信者になろうっていう発想なんですけども、皆さんの生き方自体がほとんどの人は受動的なんですよ。会社で言われた仕事をそのままやればいいとか、他の人がこういうふうに言ってるから、じゃあ他の人が言ってる通りにやろうとか、みんなと同じようにしようっていうのがインプット型の生き方ね、受動型の生き方なわけですね。それっていうのは皆さんもすでにご存知のようにストレスが多いしあんまり楽しくないんですよ。それよりももっと自分らしい生き方、自分らしさ、自分から自分で考えて自分でそれを言葉にして、同じ志を持った人が集まって、そういう自分が主導権を持った楽しい生き方っていうのが、実はこの情報発信をすることによってスタートが切れるんですね。情報受信者として受動的に生きる生き方から、情報発信をすることによって自分が主体的に生きる生き方に変われるっていうところが、この情報発信の実は隠された魅力だと思うんですね。まあ、SNS を皆さんもすでに Facebook とか Twitter とかインスタとか個人的な知らないけどアカウント持ってやってる人って結構意外と多いと思うので、そういったところからもうちょっと本格的に始めていくとですね、いろんなことが変わってきて楽しくなりますよっていうことを、まあちょっと今日お伝えしたかったですね。ということで、私十数年前からウェブ心理塾というですね、そういう情報発信を勉強するコミュニティをやってます。情報発信始めて人に教えるようになり、さらにね、出版とかを出すっていうところまでいければいいなっていう、そういうマニアックな回ではあるんですけど、今回ですね、情報発信ロケットセミナーということで、情報発信を始めようという、主にね、初心者の人向けに、もしくはツイッターのアカウントとか持ってるけど、あんまり一生懸命やってなかったんだ、うまく活用できてない人のための情報発信の基本的なセミナーを開催しますので、情報発信ってなんか面白そうじゃん、ちょっとやってみたいなという人がいましたらですね、ぜひ参加してほしいなというふうに思います。オンラインでも参加できますし、会場でも参加できますので、生カバサは見たいという人はね、11月20日新宿3丁目の会場まで来ていただいても結構ですし、当日予定がある人もね、録画でも見られますので、情報発信第一歩をこのチャンスでですね、踏み出していってほしいなと思います。